田中律子の旅するサップシーズン3、今回は秋田県夏瀬渓谷を旅サップ。清流が流れ込む人里離れた秘境で律子さん小さな秋を見つけます。そしてりっちゃんにおすすめなとこでは、武家屋敷の街並みが今も残る秋田の有名観光スポット角館を散策。人力車に揺られながら江戸時代にタイムスリップします。お楽しみに。